はい、水戸です。はい、ということでプリズマティックリーバ最新弾対戦動画をお送りいたします。はい、今回はピルルク対デメンバということで、はい、アニメの因縁の対決になります。はい、行きましょう。はい、ライツゴール2、3。はい、こちらここで、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ5枚チェックで。はい、チェックします。4枚チェンジで。なるほど。うーん、まあ3チェンかな。それでは始めていきましょう。はい、じゃあこちらセンターリメンバー埋めるウルフです。はい、こちらセンターピルルク、サイドにドーナー、マキラです。はい、お願いします。はい、じゃあ先方をもらってどうかな。1枚どこミナフェイツエナチャージ、ブローフェイス、メインフェイス入ってアシストブロー、ウルフレイカー、デッキなら5枚を見ます。その中からセンターリベルと共通する色を持つカードをエナゾーンに2枚まで置くことができます。それでは、1枚置きます。で、残りを、好きな順番でデッキのボトルに送れるので、この順番でいいかな。はい、送ります。じゃあ、クリームソーダ、サーバントシャー、ターンエンド。仕方なすぎる。どうぞ。はい、高校通ドローします。1枚、2枚、メガフェイス、エナチャージで。ブローフェイス、センター、フィルク、お願いします。メインフェイス入って、青1コスト、シャーで、ランチコスト。はい。で、カード1枚、クリームソーダはカード1枚してみてください。はい、作りました。ライダーを立てて、これでアタックフェーズに入ります。開始時効果で、グレープで1枚セッションを入れてみます。で、対戦相手でグレープを1枚セッションを入れます。ディフェンスなしでどうぞ。はい、アタックでチェック。対戦相手に対応、ダウンとワンドローがあります。はい、じゃあリリーフアタック。はい、リリーフアタックになります。チェック。特になしですね。で、ターン終了で。はい、ターンもらいます。プロフェイスを1枚、2枚、ミナフェイス、ミナチャージ、プロフェイス、プロします。リメンバー、こちら白にします。フェイサーズローで、マジで色つなぎです。よいしょ。あなたの白のルリグがいる場合、対戦相手一体を手札に戻します。はい、はい、で対戦相手ルリグ一体対象として凍結します。はい、なるほど。なるほど。はい、それは再開放を出します。常時能力で対戦相手の凍結状態に資源がいる場合、パワープラス4000されます。はい、で残りアップにそう出します。じゃあこれアタックになります。はい、できますまして、どうぞ。はい、じゃあ再開放7000になります。はい、じゃあ、斎藤自動効果、この資源がバトルによって凍結状態の資源の場合、出社時ワンドローします。ワンドロー。はい、じゃあ、アルティミさん。はい、大規模なチェックで、ターン終了時は相手の資源は全ての能力を失う。なかなか悪くないです。はい、一応常時能力がなくなりました。はい、じゃあルリグかシグニを対象にする。じゃあルリグを対象にして、センタルリグを対象にして、それがアタックしたときに、対戦相手が手札を3枚スナイフィルスのアタックを見たします。はい、さすがに手札3枚なんでいいかな。じゃあこれでターン。はい、じゃあアップフェイスのコーダーをして通動します。チャージで、グローフェイズ、センターピルクブローコスト青1コスト。アルティミス同時効果で対戦相手のターンの間、このシグニは対戦相手のレベル2以下のシグニとルリグの効果によって場合に支出されます。青1コスト、シャーで簡単にバットをカード1枚引いて、対戦相手のルリグを1枚引いてください。はい、で、フルタッチも引けます。アシストブローで、マキナでいるんですけど、はい、制限時効果で対戦相手はレベル1のシグニッタに対象として買収します。2つ
目の効果であなたの話からガードオブタイムレベル1のシグニットで対象として手札に加えます。この効果でマナミをデッドに加えます。カラパスを使用します。出現時効果でマイナス1000します。ラスのモビアとマナミを出します。これがアタックフェーズに入って回避時効果で手札を1枚捨てて対戦アプリを1枚するから使いに捨てます。はい、ディフェンスなしでどうぞ。アタックで、はい、チェックなしで。じゃあ、パスアタックで、クリなしで。じゃあ、マップは独自アタックできないので、じゃこれでターン終了で。はい、じゃあ、もらいます。アップフェイズ、ドローフェイズ1枚。2枚引きます。フェナフェイズ、スキップで、ドローフェイズ、ドローします。ユンバディナーで、白にコスト。夢は起動効果使用します。デッキの中3枚のカードを置いて、好きなカード1枚手札に加えます。じゃあアシストブローで、ウムルフリーズを起動します。対戦相手シグニ2体までを対象として凍結することができますので、じゃあここ2体で対戦相手手札1枚捨ててください。はい、手札1枚捨てます。はい、ゲイボルを取り立てます。サイトを取り立てます。じゃあこれアタックフェーズ入ります。ゲイボルグ効果、アタックフェーズ開始にアップ状態白のシグニッターを倒してワンドローになります。はい、ポンスマシでどうぞ。はい、それでは、アルテミスをアタックしてください。3000ですね。そのままにしてますね。はい、最後アタックします。7000だって感じしますね。で、最強効果、凍結状態シグニ毎週したのはドローになります。じゃあリメンバーアタックしたとき、ゲイゴルグの効果を解決します。対戦でシグニって新しいのを見ます。で、アタックそのアタックをガードします。はい、手札4枚、ターンエンド。はい、じゃあフェイズ、ドローフェイズ2ドロー、エナフェイズ、エナキャッチ、ドローフェイズ、センターヘルフドローします。ドローコストで青のコスト、はい、まず出現時効果でカード2枚引きます。じゃあアシストグローでドーナーを使用します。出現時効果で、まず対戦相手のレベルチャンシングを対象としてスペオティクラに戻す1を戻します。2つ目の出現時効果でコイルを引かせます。メモリアを出します。ドロー効果対戦相手の手札とデッキの一番上を公開しています。あ、やばい。真ん中にグルーを出します。じゃあアタックフェーズ入って開始時効果、右目で決算を宣言します。はい、決算が見くらえたのでカード1を引きます。はい、これでディフェンスどうぞ。はい、ディフェンスないかな。もうシルビゾーンで行くので、アタックした時にカードになっています。じゃあ、ここになってみまして、ジルビゾーンアタックでチェックなし。ジルビゾーンアタックでターンします。はい、じゃあこれで、ターン終了。はい、アップで、ドローフェイズ1枚向かっていきます。エナフェイズ、エナチャージ、リメンバーを出します。効果ダウンしてで、ライフクロス1番上でチェックします。チェックしました。アシストグローでブロッキーアウト、まず出現時効果、無色1コスト、支払って対戦対応リミッターで凍結します。はい、で、1つ目出現時効果、あなたは手札を全て捨てます。5枚捨てたので、それにプラス1加えたカード引きます。なので、6枚引きます。で、その後、対戦相手は手札を全て捨てて、捨てた枚数から1引いたカードの枚数引きます。はい、じゃあ、4枚なので、3枚引きます。はい、じゃあ、フットミスここに出します。ハンドが5枚、これでアタックフェーズに入ります。開始時効果、ゲイボスダウンして自分ワンドにします。はい、で、どうぞ。じゃあ、シストグローでドーナーをします。出現時効果で手札から白1枚を借り出します。出せるようにします。はい、これ
回でどうぞ。どうぞ、了解です。セレンの話。アタックだけしておきます。はい。じゃあ、リメンバーアタックしたとき、まず、ゲイボルグの効果。排水跡を刺激したトラッシュにおけるトラッシュ。はい。で、リメンバー効果、ダウン凍結ビルドなので。はい。点、いきますが、リメンバーが、あ、ごめんなさい。で、リメンバーのようでは常時効果でダウン状態である限り、パワープラス3000と、対戦相手がガードをするとき無色1コスト必要です。どうでしょう。はい、では、チップでなしです。はい、じゃあ、ハンドロッドマイ、ターン、エンド。はい、じゃあ、プレイ2、メトロフェイズ2で、メガフェイズ、ナーチャージで、カラスをします。で、ハードリップ、エブリブリでダウンします。これ、チームでやってします。アタックフェーズ入って、開始時効果は、対戦相手のデッキを1枚にしてください。はい、なるほど。1枚捨てます。じゃあ、これでディフェンスどうぞ。それでは、ディフェンスもらいます。はい。リノセン。無色1コストもらいます。で、自分を対象にします。デッキをすべて、山札にシャッフルします。はい、回避できる。はい。まあ、リメンバーが、そうですね、カードを引くカードが多いので、はい。を、するという感じですね。じゃあ、ワンドローもらいます。じゃあ、これでどうぞかな。どうぞ。はい、じゃあ、リスタータップで、本当に満足したので、10枚とかして送ります。はい。じゃあ、10枚で。はい。リリースかな。どうする、じゃあ、で、短縮だけ。短縮だけ。はい。じゃあ、ターンもらいます。マックフェイズ。ブローフェイズ、それでは、1枚もらいます。マックフェイズ、こんなチャンス。はい。じゃあ、リメンバー、自動効果しておきます。リメンバー3枚いきます。あ、こっちでしょうか。残り5とも持っています。引いたカードを出します。ジャックフロー。出現時効果、エクシード3を支払います。対戦で全ての資源を凍結します。はい。じゃあ、資源1体をお願いします。クリームソーダ。出現時効果、対戦相手の場合、凍結状態の資源がある場合、対戦相手の手札を見ます。その中ガードを持たない資源に行ったらデッキのボトムに置けますので1名のボトムに置きます。はい、で対戦相手カード1枚引きます。はい、はい、こうなので2名にします。で、斎藤とおろしまいたします。おろしまず出現時効果、ここから、はい、2コスト支払ってトラッシュからガードを持ちに行ったら回収します。2メンバー一応ダウンして使います。じゃあ変わってない。じゃあこれアタックフェーズに入ります。で、オロチマルアタックフェーズ開始の効果、1つ目の効果を使います。じゃあ3枚捨てます。はい、で対戦と死ぬって手札に戻せますので、ここを手で戻します。じゃあ進みすましてどうぞ。はい、アタック。俺は恐れない。はい、チェック。なしなしなし。じゃあリミットアタックした時ここダウン凍結。どうでしょう。無色1払えたらできません。はい、やってます。それで、半周の時まで対戦対すべてのシビア能力としては1個参りましたね。あと1枚引きます。はい、一応効果があります。はい、じゃあこれでターンエンドですね。エンド時刻になってなりますと、はい、パワープラスだけが残っています。どうぞ。じゃあ、フェイズ、ドローフェイズ2とかフェイズエナチャージで、ピーサー自動でスーパーヘレスターセイバーで、無色にコストを支払います。で、あなたのフラッシュから、白黒無色のシールを1枚ずつ対象として、手札に加えます。白、黒、無色、3枚の手札に加えます。ここを入れします。ファイス出します。ハーモニーで2体ダウンします。ガスメモリダーを目出します。これでアタックフェーズに入ります。で、開始時効果通り3を宣言します。ロックチェック1でした。どこか今自分の手が6枚、相手が3枚で3枚以上持っているので、相手の指示で対象としてマイナス3000します。正面で決めるので何に送られる代わりにプラッシュを取ります。はい、アシストブローします。不審服4コスト。出現時効果、まずライフクロスの一番、上を見ます。違う、は
はい、その後以下の2つから1つを選ぶので、デッキをシャッフルし一番上のカードをライフプロスに加えます。どうするか、やっぱりさ、はい、一番下10枚落としですね。リリックページに入ります。ガードが 1,2,3 枚かな。なるほど、はい、リフダの展開が強かった。どうぞ。なるほど、食らいます。アンプ状態刺激は手で戻します。だってリーブ当たってお願いします。はい、白いテクトが強化しているので1枚捨てます。はい、はい、どうぞ。ドロフィーズ、ドロフィーズ2度うーわー、惜かった。手札はこんな感じです。今マジか、すげえ引き方するな。エナフィーリツはスキップします。移動効果しちゃいます。デッキの絵が3枚います。好きなカード1枚手札に加えます。じゃあ、これ加えます。ボールします。出現時効果。白にポスト。サーバントがいらんですね。回収します。はい、強く取り出します。2連打、ゲーム効果使用します。対戦相手センタールリブと今いる指令ですね、まあ、次の対戦相手のターン終了時まで能力無効になります。はい、じゃあアタックフェーズ入ります。はい、これではアタックフェーズ回収の効果、対戦相手の1枚2000個を出現対象として手札から、ガードを含む3枚捨てましてゲームが除外します。はい、はい、じゃあこれでアタックフェーズ入ります。じゃあ、ね、アシストグローで負けなスマッシュ、グローコストで M 色1コスト1色目の出現時効果で対戦相手の式に対対象としてターン終了までマイナス1枚にセットします。マイチで、まあ、2つ目は黒がないので、はい、使いません。あ、これでどうぞ。はい、じゃあここアタックアタック、じゃあプレイなしです。はい、じゃあリメンバーアタックするとダウンボール。そのアタックはエッカーします。ターン唯一ブローフェイズ2とエナフェイズ2がチャージでピーサーズ上でマイナスのラベリーです。黒を使用すると無色にコストに支払って1、2、3を選択します。で、タブ1からで対戦相手の守備に対し対象としてマイナス1まで選択します。2つ目の効果で、あなたのトラッシュからシグニッテションとして割り出します。ちょっと割り出して、3つ目の効果で、トラッシュからシグニッテションとしてリクダに加えます。カードリカはリクダに加えます。カードリカを出します。ハーモニーでシグニッテションを出します。シグニッテションを出します。これがカットフェーズに入って回復する効果、対戦相手はリクダ1枚です。でその後0枚になったので覚醒状態になります。ホタルイカの回避時効果で、カード1枚引きます。これでディフェンスどうぞ。どうぞ。ここはタックでチェックで、あ、なしで、ホタルイカタックで入りました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。